はい、到着。ここが本日の宿泊場所です。へえ、さすがに立派な別荘ね。そうですね。それに手入れも行き届いてる感じですね。ドラマとかでよく見るような立派な別荘ですね。ほんと、撮影に使うロケ地みたいだな。そんなことより早く入ろうぜ。もうヘトヘトだ。中も広いのね。まあ自分の家だと思って楽にしてよ。どうせ俺たちしかいないし。そうか、気にしたことはなかったけど。これだけ中が綺麗だってことは普段から管理してる人はいるんだろう。まあね、今日来ることは伝えておいたから、もろもろの支度だけして今は別棟にいると思う。表の坂道降りたすぐ下あたりにあるから、用があるときは行ってくれ。わかった。あの、支度って。ああ、食材とかそういうものは冷蔵庫に準備してあると思う。お酒もちゃんと用意してある？はい、もちろん伝えてありますって言ったのに、こんなに酒瓶持ってきたんですか？それは道中用。いっそ食材じゃなくて食事の支度をしてってくれればよかったのに。それでもよかったんだけどな。着くのが何時になるかわからないって言っておいたからさ、しようがないっつうか。まあ、ただで止めてもらった上、食材まで用意してもらってんだから、文句なんて言えないわよね。それに、私は自分で料理する方が楽しいですから、ちょうどよかったです。いえ、料理は楽しいので、疲れとかは関係ありません。料理なら私もできるわ。なんで驚くのよ。何をするにせよ、部屋に荷物を置いてからにしよう。どこに行けばいいんだ？あ、そうか。部屋割りとかしてなかったな。じゃあ、まず酒井、どうする？そう、誰と一緒の部屋にする？シャナちゃん？吉田ちゃん？ほら、一番手から迷ってたら他が決まらないだろ。じゃあ決まりということで、吉田ちゃんは酒井と一緒ね。でも嫌なの？そうじゃなくて、そのこういうことにはその順序があるというか、私たちまだそのこうしてないし。やだ、そうじゃなくて。まあ冗談はこれくらいにして。冗談にしてはちょっと立ちが悪かったな。そう言うなよ。酒井が乗るとは思ってなかったんだしさ。それに吉田ちゃんの慌てっぷりもある意味見物ではあったな。そんないつ。ったく悪い趣味だぞ。ごめんな吉田さん。ごめん。いえ。冗談に乗ったユージも悪い。で、実のところ割るどころか部屋は人数分あったりするんだな。これがみんな並びから適当な部屋を選んでくれ。あれはお前も悪いと思うぞ。で、広いとか狭いとか差はあるのか？いや、こういう風にお客が来て泊まるための部屋だから、みんな同じような部屋だよ。なるほどね。じゃあドアの方位とか気にする人がいなけりゃ適当でいいんじゃない？適当って言っても決まらないだろうから決めちゃうよ。さすが頼りになるな、メガネマン。じゃあそっちの奥から一部屋ずつ
尾形さん、吉田さん、平井さん。オッケー、はい、わかったわ。で、その間を一部屋開けて、そこから酒井、僕、田中、佐藤でいいかな。みんな同じ部屋なんだよな。ああ、そういえば佐藤には客間じゃなくて佐藤の部屋とかあるんじゃ。ああいいよ、俺もみんなと同じ方が気が楽だしさ。そうか、じゃあとりあえず部屋に荷物を置いてまたここに集合ってことでいいね。私は空いた部屋に適当にしけ込むけどいいわね。どうぞ。でも間違って男の部屋とかに入らないでくださいよ。あんたの部屋でね。ご本、そうです。あれも倒すとは思った以上に粘るわね。でもそろそろ終わりよ。そうね、次でこの悪夢も幕引きにしてあげるわ。この悪夢が覚めた時、あなたは私のものよ。0時迷子のミステス。あの程度の荷を片付けるのに時間なんかかからない。どうしたの？二人だけ。ほう。それが良さそうね。ユージはおかしいと思わなかった？ユージはいつから？0時迷子に関すること、本当に何なのかしら。おい酒井、二人して何深刻な顔して話してたんだ。あのな、この旅行もともとは夏休みの宿題のための合宿なんだぞ。忘れてるんじゃないだろうな。はあ、そうそう、忘れてもらっちゃ困る。この旅行は遊びと実益を兼ねてんだから。酒井、お前宿題とかその手の用意はちゃんと持ってきてるんだろうな。そりゃまた余裕だな。私は持ってきてない、もう全部終わったもの。え、シャナちゃんが持ってきてなかったら池のノートしか写せないじゃないか。他人に教えるときは問題を見ればいいだけだから自分のノートは必要ない。天才には凡人の苦労がわからないから困るな。苦労ってノート写すのは？あ、吉田さんに尾形さんも来たな。おまた、遅くなってすいません。いやいや、ところで吉田ちゃん、宿題は大体終わってたんだよね。はい、わからないところは池くんとシャナちゃんに聞こうと思って。尾形ちゃんは聞くまでもないか。何よその言い草は。
まあまあ。じゃあこのメンバーで完全に終わってるのはシャナちゃんとイケ、大体終わってるのは吉田ちゃんというわけか。終わってないのが俺と佐藤と酒井と小賀ちゃんだから、終わってない派の方が多いな。前にも言ったと思うけど、ノートそのものは見せたりしないよ。ちぇ、まったくあんたたちは楽することばっかり考えて。そういう小賀ちゃんだって見せてもらえるってんなら喜んで見せてもらうだろ。まあそれはそうだけど、とにかく全員揃ったところで具体的なこれからの予定を立てようと思うんだけど。あ、ご飯なら私作ります。私も手伝うわよ。私も作る。言ってなくても考えてた。その間、俺たちはどうする？飯ができるのをぼーっと待ってんのか？遊んでるのも気が引けるよな。そうよ。とりあえず先に始めてれば、二人ともほとんど手つかずなんでしょ？ほとんど手つかずとは失礼な。そうとも、完全に手つかずだ。威張って言うことじゃないでしょ？どうやら女性陣が夕食の支度をしてくれてる間、お言葉に甘えて宿題やってるのが良さそうだね。それじゃ頑張ってね。行きましょう、カズミ、シャナちゃん。おー、晩ご飯作るのね。じゃ、私はその間ちょっと散歩でもしてこよっかな。ほほー、友柄の襲撃を警戒して巡回ってか。少年少女の引率も大変だな。我が勤勉なる盾、マージョリーどうよ。ブラお黙りバカマルコ。マージョリーさん。姉さん。宿題やってなさい。はい、はい、あ、シャナちゃん、そんな持ち方したら。刃物の扱いには慣れてる。口出し無用よ。あ、ほんと握りとか変だけど器用に切るね。シャナちゃんすごい。あ、そっちのお鍋。あ、わかってる。ちょっと人のこと見てる場合じゃなかったわ。あれ、火が。シャナちゃん、オーブンを止めないと。うわぁ、こぼれちゃった。あ、甘い。これお塩じゃなくてお砂糖を入れちゃったんじゃ。ああ、向こうは楽しそうだな。男女7人夏の海なのに、なんで男4人だけ寄り集まって宿題なんかやってるんだか。とりあえず同世代だけでカウントした。マージョリーさん、俺たち眼中にないみたいだし。はあ、男女云々っていうか、もともとこの旅行は宿題合宿のはずだろ。これが正常な姿じゃないのか。そりゃそうだけど、ほら、おまけ付きのお菓子をお菓子目当てで買うやつは少ないだろう。光るシールとか貼りもしないのに集めたりしてな。カードとかちっちゃいプラモとかいろいろついてたよな。はいはい、現実逃避はそこまで。きっと大人になった時、今日みたいに宿題を必死でやったこともいい思い出になってるよ。仕方ない。観念してガリガリやりますか。質問があったら聞いてくれ。うーす。じゃあ早速この単語。単語の意味くらいは自分で辞書を引いて調べないと。ほら、用意周到だな。男女7人と思ったら付き
粋の先生が混じってたか。ああ、それは、X の1次の項の係数に注目して。そろそろ飯できねえかな。休憩したいんだけど。休憩なしで宿題やらせるつもりなんてないから、休みたければ休んでいいぞ。いや、ここらでご飯ですよって呼ばれるくらいの休む口実になった方がキリもいいっつうか。おーい、ご飯ですよ。運ぶの手伝って。グッドタイミング。じゃ、行きますか。うわ、学生同士の一泊旅行とは思えない豪華な食卓だな。いえ、3人で作りましたから、これくらいの品数は普通に。何が言いたいのよ。いろいろやってたらお腹ペコペコになっちゃった。マジョリーさんまだ戻ってないけど、食べちゃっていいのかな。いいんじゃない。それじゃあご飯盛りますね。よし、食うぞ。右に同じ。そうがっつくなよ。いただきます。中にはなかったので。リーキともいう西洋の野菜だよ。そうです。はい、ご飯は私が炊きましたって言っても、ご飯なんてトイレ水入れただけだから、止められても正直微妙ね。どうかな。ここに置いてあったお米の品質が良かったんじゃないの。さすがにお釜とかでは炊いてないわよ。電気の炊飯ジャーで炊いただけ。でもほら、料理は愛情って言うじゃないか。それだけオガちゃんの愛情がたくさん入ってるってことだろな、ハナカ。美味しくいただこうぜ。なんで、そこで俺に振るんだよ。さあ、なんでだろうな。佐藤、余計なこと言わない。へえ。私よ。どう、ユージ。当然ね。そんなの見ればわかるでしょ。卵焼きよ。そこまで言うと大げさじゃない？
まだまだあるから、気に入ったならどんどん食べて。そうだ、酒井。なんなら、俺たちの分まで食べてもいいぞ。まさか、腹いっぱいなんて言わないよな。帰ってきてみたら、何？公開処刑の図？顔色がひでえことになるな。お粗末様でした。いや、食った食った。本当に食いまくってたわね。料理が美味しかったからだよ。そんな。まあそうね。さてと、これからどうする？これからって、そりゃあ、いや、最終的には宿題をやることになるってのは覚悟したけどさ、食事してすぐ勉強ってのもちょっと重いっつうか辛いだろ。じゃあ風呂でも入るか？お風呂？ああ、一応露天風呂だ。結構大きいし、ゆったりできるぞ。露天風呂？みんなで入ろうぜ。みんなでっていうと混浴みたいね。別にいいぞ、そうしたいなら大歓迎。なわけないでしょ、バカ。やっぱり？とにかく入浴してから宿題ってことでいいかな。私も構わないけど。反対はなしだな。じゃあタオルとか取ってこないと。よし、お風呂お風呂。マージョリーさんも呼んでくるね。そっちが女湯で、こっちが男湯ね。今更だけど、ちゃんと分かれてるのか。まるで旅館だな。立てたやつに言ってくれよ。俺だって一つになってる方が良かったんだから。そりゃそうだ。まだ言ってんの？もう。はいはい、くっちゃべってないで。入った入った。露天風呂って久しぶりなのよね。あ、ん？言っとくけど、覗いたりしたらただじゃおかないわよ。気持ちはわからないでもないけど、来るんなら覚悟の上でね。もちろんわかってますとも。ね、酒井。じゃ、また後で。僕らも入るか。はいよ。広くて気持ちいいな。温泉っていいよな。なんか日々の疲れが取れるっつうか。くぅ、日焼けで体中がしみる。なんだ？足りない？何が？わけがわからんぞ。滝でも欲しいってか？さすがにそこまでは用意できないぞ。だいたい静かで結構じゃないの。こうして耳を澄ませば。最高。湯に浸かりながら舌に転がす冷えたライスワインの味もまた格別。あ、ちょっとカズミ、また大きくなったんじゃないの？尾形さん、そんなどこ。いいじゃない、減るもんじゃなし。そりゃ、おのれ、たわわに実りよって。あ、シャラちゃんも触ってみたら？ふにゃふにゃして気持ちいいわよ。やめて。興味ない。
ほら、シャナちゃんもそう言ってるし。私は大いに興味あるな。やっぱバレエなんかやってると筋肉はつくけど胸がね。胸の大きさなんてどうでもいい。あまったくないガキンチョが言うんじゃ、負け犬の遠吠えにしか聞こえないわね。そこんとこ何かコメントないわけ、カズミ。尾形さん、もう許して。とまあ、生殺しの会話が聞こえるわけだが。何ぼーっとしてんだ、坂井。会話聞いててのぼせたか。まだ言ってんのか。だいたい初めて来たのに足りるも足りないもないだろう。疲れてるんじゃないのか。最近夏バテとか言ってたし。ふむふむ、そういう坂井雄二君に喝を入れる方法を俺が教えてしんぜよ。いいから来いって。ではただいまより皆さんお待ちかね。題して湯煙の向こうにあの子の白い肌を見た大作戦、女湯見学タイムだ。おい、し、声が大きい。お前も声大きいぞ。おっと、つい興奮しちまった。まあよく考えろ少年、この垣根の向こうは女湯だ。考えて、いや想像してみろ。この垣根を乗り越えれば、そこは少年が一度は憧れる女の園。余計なものが何もない、いわば天国だ。うんうん。ところでまた声大きくなってるぞ。あのな、さっき注意されたばっかだろ。何を聞いてたんだメガネマン。さっきマージョリーさんはこう言っただろ、来るんなら覚悟の上でってな。つまり覚悟していればフリーパスだ。それに俺も分かってますとは答えたが、覗きをしませんとは一言も言っていない。はあ、こういうちょっとだけ良くないことに手を出してみるってのも青春の醍醐味じゃないか。そう思うだろ。思わないわけないよな。思うべきだ。思わなきゃダメだな、坂井。一緒に青春の1ページを刻もうぜな、坂井雄二。もう好きにしろ。いいぞ坂井、珍しく流されなかったな。ところがだな、流されまいと思っても流されてしまう、どうしようもない事情というものがこの世にはあるんだな。人、それを運命と呼ぶ。ここまで来たら一蓮托生ということだ。意地でも共犯になってもらうぞ。あ、暴れるなって。ぶつかる。残したいことはそれだけ。不幸ってのはこれから始まるんじゃないの。ユージ、見たら殺すわよ。こっち向きなさい。サナちゃん、動転して言ってることむちゃくちゃになってるよ。
酒井くんどうしたんだろう。じっと後ろの壁を見たままで。打ちどころでも悪かったのかしら。おい酒井、大丈夫か。あ、早くこっち戻ってこい。いつまで女湯に浸かってるつもりだ。ユージ、酒井くん早く戻ってよ。酒井くんどうしたんですか。ほらほら、とっとと退散しないとぶっ飛ばすわよ。夢の支配力を取り戻されてしまったわ。でもまあ、そろそろ違和感の調整も限界に来ていたし、こんなところかしら。この声、義水鏡メア。ええ、もちろん。海への旅行を女湯に飛び込むって少年の夢までつけてプレゼントしてあげたのに、そのおかげで私の夢が破れるなんて皮肉なものね。これは。なんということだ。お目覚めの